ドクター始まりました。本日はファン感謝祭オンライン配信ということでレバホスも特別バージョンでお送りしていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この番組はスーパードクターに扮した織茂社長がレバンガ北海道を B リーグ屈指の人気強豪クラブにするために選手スタッフを診察、視聴者の皆さんと一緒にレバンガの健やかなる成長を願う番組です。題してドクター織茂のレバンガホスピタル。今回のレバホスはオフシーズン企画第1弾、レバンガ北海道ファン感謝祭特別診療。テーマはこちら。ファンの皆さんのお悩み、はい、疑問、質問などなどズバッとお答えしていきましょう。できるかな。さらにですね、はい、ドクター、うん、今日は強力な助っ人をお呼びしています。早速呼び込みお願いします。別に助っ人でもないと思うんだけどね。まあ呼びましょう一応。はい、どうぞ櫻井選手。シーンとしてるよ。シーンとしてる。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。てはい、こっちも、はい、はい、しっかり消毒をしていただきまして、はい、今日のゲストは櫻井亮太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう盟友がやってきたということで、ドクターいかがですか。まあね、必要。今のところレバホスで一番出演回数が多いのが櫻井選手なんです。僕いないともう成り立たないですから。いやいや、そうでもないのよ。そうでもないんですよね。ちょっともういきなり見しちゃいますからね、これ。現実をね、思い知らした方がいいんですよ。はい、皆さん見てください、これ。これレバンガホスピタルの YouTube の再生回数なんですけれども、はい、1位がですね、はい、ひどいよ。読んで。レバンガ北海道 U15 エース内藤選手。はい、なんと U15 エース内藤ですよ。はい、1番再生回数1万回再生が唯一超えているのがこちらの U15 の、はい、アンダー15の回だったんですよね。これはひどいですね。いや、これはひどいっていうよりも、はい、いや、桜井も俺も負けたって、はい、俺出てないんですよ、これ。そうなんです。診療という診療をしていないんですよね。じゃあもういらない。いや、そんなことはないです。そんなことはないです。成り立たないので、もう内藤が変えた方がいいじゃないですか。まあ一応3、4、5位に、あ、はい、はい、櫻井アベレージがランクインしてありね、はい、うん、処方箋なんていうのも覚えてますか、うん、怪我すんなぐらい。あ、そうですね。そうですよね。 ありがとうございます。ドクター渾身の処方箋です。コートに立て。なぜか笑いが漏れましたけれども、心から思ってることは本当に怪我をしないでくれって思ってる。櫻井選手はその処方箋、はい、覚えてますか。そうですね、今言われて思い出しました。とにかく怪我をしないようにみたいな感じの薄いコメント言われたなって。いやぶっちゃけ刺さったでしょ。適切ってもうすごいんですよ。例えば田島選手、はい、チームの顔となる、手数を増やすなんていう話もありましたが、はい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 、チームの顔に。いやいや、もちろんですよ。もうこれもそうだし、手数も増やしてましたし、うん、特にないかなと思いますか。そうなんですよね。処方箋によっては処方箋が特にないかな、処方箋で出てないってことですよね。回もありまして、はい、いや特にないかなもあったんですけれどもね、はい、もう一個あるんですよね。もうズバッと結果が出てしまいまして、なし。いや、もう牧選手は処方箋がいらないということでした。いや、ドクターはもう今すぐ内藤君に帰るべき。そしたらもう再生回数も伸びるし。嘘でしょ。15歳の少年にドクター、はい、みんなそっちの求めてるってことです。嘘でしょ。森本さんの薄いコメントよりも。いや、もうダメだ。レバホスファン感謝祭特別診療、ファンの皆さん診察しちゃいますスペシャル、イエーイ。はい、まずはツイッターにお寄せいただいた質問から。私は織茂ドクターと同じ年なんですが、若くいられる秘訣を教えてください。若くいられる秘訣、はい、いつも応援してくださるですか、ね、やっぱり、やっぱりあれじゃないですか、若い人と一緒にいる、はい、やっぱ選手もそうなんですけど、うん、もう本当に20ぐらい違うわけじゃないですか、はい、で同じ話題とか共通の話題で一緒に盛り上がったりしてれば、はい、まあ、それなりに多分若くいられるんですよ。なるほど、はい、
周りにね若い人たちがいればそこに入っていって一緒に何かやればおそらく若くいられるんじゃないかなと思います。桜井選手これを聞いていかがでしょうか、はい、いやまずこの質問バッてきた時に、うん、普通の感覚だったら嘘でもいやそんな若くないんですけどねって言ってから入るのが普通の人の感覚かなと思って聞いてたんですけどもう全部もうあいましたみたいな全部肯定した上でバッて喋り出したからいやいや違うんだよ僕はそういうところが若さの秘訣かなと思いますけどね。若くいられる秘訣を聞きたいんだよ俺は若いってことなんだよきっと世間的には、はい、世間的にはまあ51だけど、はいそんな51人はまだ見られてないぐらいな感じなんですよ、はい、そうですか皆さんいやそう思います。ちょっとやばいですねほらスタッフさん今全員下向き始めたね今ね8人いますけどちょっと心配になったのが、はい、先ほどぐるぐるした後にだいぶ転んでらっしゃったのでそこはちょっと心配だったんですけど、ね、いやいやいやそのシーンはファン感謝祭のオープニングを飾ったぐるぐるドリブルリレーまあね、さすがに足が何にも言うこと聞かなかったねもうステーンね一歩も出なかったまあまあ、あんなもんでしょう、はい、ではでは次の質問に答えていきましょうか、はい、織茂さんが目指す強いレバンガ北海道はどんなバスケットスタイルでどんなチームをイメージされているでしょうか。お悩み相談の前に一波乱。キャプテンの桜井に聞いた方がいいんじゃないですか、はい、ごめんなさいキャプテンじゃないですそうですよねそんなチーム事情も分かってなかったら、まあ、そこは言えないですよね。いやいやもう年がキャプテンじゃん年がキャプテンとかもいいのか分かんない、まあ、ほらずっとこのチームも長いしさお楽しみに。チャンネル登録はこちら。